皆さんこんにちは。本日はね、レクサス F の解説。これね、タイトルつけるのが難しかった。一体何話すのかちょっとわからないかもしれませんが、レクサスのね、F の話、していきたいと思っています。この中にはですね、レクサスの GS、RC のね、F スポーツと F、ね、GSF とかね、RCF とかあるんですけども、中に F スポーツもいてね、これ何が違うんだというところがわからないね。とにかくこの F にまつわる話、全般的にね、いろいろ織り込んで楽しくね、面白くお伝えしていきたいと思います。レクサス F の解説、早速始めてまいります。まずレクサスの F なんですけれども、レクサスにはね、ご存知の通りね、これね、現行型の LS500H ですね。F スポーツということで、かっこいいですね。これ F スポーツの LS なわけ。で、どんな顔つきかというと、ノーマルのね、LS500H がこっちですよと。で、F スポーツがこういう顔になりますよということで、ご存知の方もね、多いと思うんですけど、F スポーツはね、この中のね、このスピンドルグリーンの中がメッシュですよね。これでメッシュじゃない。まあ、メッシュじゃメッシュなんですけども、黒くてね、LS のこの F スポーツは特にこの、ちょっとこのね、普通の方もメッシュっぽいんですけども、ここは大体違いますよということで、このグリルの中がね、メッシュなのが F スポーツと、でちょっとこう、高級きらびやかなのが普通のね、まあ、ベースラインというかね、形になってるんですけども、F スポーツがこういう形でしたよと。であと GS もありますよね、GS250、これ350とかもあるんですけども、まあ、F スポーツですよと。で、これに関してはね、GS に関しては GSF っていうね、まあ、化け物もいるわけ。で、次はね、CT200H。こちら F スポーツですね。CT はね、あれだね、このマイナーチェンジしてね、かっこよくなりましたね。CT ね、ちなみにここのとこ光るんだよね。私 L のやつね、ちょっと変わりましたけども。で、IS の 300H ね、F スポーツはありますと。IS にも F スポーツいますよ、とね。で、あとは RC の 350F スポーツということで、RC にもね、F スポーツがありますよと。で、RC にはちょっと待ってくれと。ね。RCF っていうのもいますよね。これね、同じ車と思いきや外見こそ似てるんですけども、中身全く別物ですね。こちらね、RC350、RC っていうシリーズなんですけども、こちらね、社名がもう RCF みたいな、そんな感じですね。で、あとは NX ね、300H、F スポーツってこと、SUV にもね、F スポーツありますよと。ね、忘れちゃいけない。RX にもね、F スポーツね、RX450H、F スポーツってことで、ね、RX にだって F スポーツってあるんですよ。とにかくね、この F、F、F とね、F 多いなと、ね、いろいろあるけど、何がどうなってんだというところで、このね、レクサスの F、こちらについてね、この動画でね、お話ししていきたいと思っています。次のね、スライド来ましたけども、レクサス F の歴史。この1台から始まったということでね、皆さんね、まあ、今までね、F スポーツとか F とかいろいろあったんですけどもね、皆さん、レクサスの F、実はこの1台から始まってるんですよってね、ご存知でしょうか。ね、どんな車だか覚えていますかね。レクサスの F の歴史は、この1台でした。ね、ISF ですよ。ね、デトロイトモーターショーで2007年に、発表されましたということで、写ってるね、この画像の写真は2011年の ISF なんですけども、あんまり変わんないね、この形でね、2代目の IS ですか、初代の IS はね、日本でいうところのアルテッツァになってしまいますので、2代目の IS の、まあ、IS、形としてはね、で、ISF ですよということで、ね、こちらね、エンジンがね、普通のエンジンと違うから、ここでボンネットがちょっとね、こう盛り上がってるんで、これ、モリッとしてるのが ISF の特徴なのね。あと、ここでフェンダーのこうダクトが開いてるっていうかね、ここちょっと、写真だと分かりづらいんですが、開いてたりするんですよね。で、この車のちょっとね、この写真ありましたね、ここで開いてますよね、スリットが見えると思うんですけどね、こういう形でね、フェンダーも加工せずにね、ノーマルの状態でこう開いてるんですよというのと、あとね、この時にやっぱりね、イメージね、定着しましたね、ISF なんか化け物だぞということで、この4本出しマフラー、これもね、別にね、車外のバンパー入れてるわけでもなく、ISF としては、純正のままでこの形になってますということで、このね、テール。僕ね、生の自動車を見たこと、あるな。ありましたけども、これね、やっぱ迫力あるしね、やっぱ IS 見るときに、やっぱここ見たいね。このね、4本出してたら化け物だなと。ただもんじゃないぞと。で、F のね、この ISF のこのね、この、やつもね、見かける、エンブレムを見るとね、おぉと思うんですけどもね、これ何がすごいのかというとですね、当時の LS600H に搭載されていた V8 エンジンベースの、ね、まあ、5000cc、まあ、LS600H って、ね、ハイブリッド車なんですけども、まあ、エンジン側の方ね、その 5000cc のエンジン、423馬力ですよと、これベースでチューニングしてますよと。であとトランスミッションも、ISF 専用セッティング、これも LS460 とかと同じだ
流用 GS450 とかと流用してるはずなんですけど、8スピードの SPDS ということで、すごいトランスミッションがついてますよと。なんか聞く話だとね、フェラーリのなんか、なんだっけな、599だかなんだかとのこうシフトのこう ロスっていうのかな、すごいタイムが一気にこの、あの、変速するタイミングがすごく早いということで、すごく評価されてましたけども、まあ、これぐらいすごい車だと。で、この小柄なボディに 5000cc のエンジンが入ってるんですよと。だから税金高いよ、すごいね。5000cc のやつだからね。8万いくらコースなのかな、ね。423馬力ですよと。ということで、すごいね、化け物でしたよということで、まあ、あの、ちょっとレクサスのホームページで紹介しますとね、あの F の歴史ということでね、レクサスのね、レーシングの、レクサスレーシングのホームコースである富士スピードウェイで、走りに走りを重ね、レクサスの目指す操る楽しさの象徴として F ブランドを掲げ開発を続けてまいりましたということでね、この2007年のね、発表以来そういう開発を続けてきましたと。で、そのこれからね、あれから10年と、ちょうどね2007、まあ、18年なわけですけども、あれから10年、 LFA を頂点とし GSF、RCF、そして F スポートを展開してますよと。で、おかげさまで世界中のお客様からご愛顧いただいておりますよということでね、そういった形の経緯なんですね。なんでこの F の歴史はね、この ISF ね、本当覚えてる方多いと思うんですけどもね、すごい車でしたね。このケツのこの4本出しマフラー、すごいね。このフェンダーといいね。で、ただね、残念なことにね、 ISF はね、2014年5月で販売が終了してしまっていて、現在のレクサスのホームページとかで見れるね、車のラインナップ的には ISF ってのもいません。なのでちょっとね、惜しまれつつも今いないんですけれども、もうこの F のね、今にこうね、すごい有名になってきて、 F は全てこの ISF から始まってるんですよというね、ぜひ押さえていただきたいなと、ね、F ファンとしてはね、そう思うわけでございます。次のスライドに参りましょう。レクサス F の体型ということで、先ほど少しね、触れてしまったんですけれども、まずね、F スポーツというのがね、土台にいまして、次に F。で、LFA ということで、こういうピラミッド構成で、F スポーツってね、普通のラインナップでは高いですよね。高いグレードなんですけど、価格的にね、高いグレードなんですけども、F の中では一番下、土台の部分になりますということで、専用チューニングなど F のエッセンスを継承してますよということで、まあ、あの、G8 でいうとこね、GR スポーツみたいなもんだね。GR スポーツに、GR がいて、GRMN がいるみたいな感じな、位置づけで考えてもらえればいいと思うんですけども、F スポーツはこの位置づけ。F は数々の専門設計で走る喜びを際立たせたプレミアムスポーツということで、俗に F シリーズってたまに言われた時に、なんか F シリーズっていうと、なんかこの辺全部ね示すのかなと思うかもしれませんけども、 F シリーズってここのことになります。で、 LFA は究極の走りを体現した F の頂点ということね、レクサス F スポーツエイペックスとね、いうことで、ね、これアペックスって、まあ、日本語読みだとアペックスっていう人がいますけども、英語読みだとね、エイペックスの方がね、あの、発音が近いのかなということで、まあ、頂点って意味ですけども、まあ、LFA ですよ。ね、ご存知、この車、ね、LFA10 型ということで、まあ、ね、まだ20とかないんでね、20の誕生が楽しみですけども、今のところね、あまり噂されないですね。LFA10 型のレクサス LFA ということでね、痺れますね。かっこいいですね。500台限定生産ですか。なんか、あの、日本ね、あの、ハンドメイドで作られた車ですけれども、昔、2、3年前はね、中古車価格でね、3800万円ぐらいであったわけ。で、今ね、あれだよね、5000万ぐらいになってますね。なんで結構ね、値上がりしちゃっててさ、あの、なかなか手の届かない車になってしまいましたけどもね、LFA。あの、私、生の車何回か見たことあって、走ってるの見たことあるんですけども、まあ、V10 なんだよね。すごくいい車だなと、いつか乗ってみたいなという感じがしますけども、LFA は頂点なんですよと。こういうね、ピラミッド体系ぜひ覚えておいてください。次のスライドに。で、F は何の略なんですかと。ね、そんなこと今更聞くねえと、これあまりにね、有名な話なんでね、今更さらっといきましょう。で、F は富士スピードウェイの F ですよとね、さっきも出てきましたけども、レクサスレーシングのホームコースなんですね。で、この富士スピードウェイ、ね、まあ、英語表記でね、略しましたフィスコ、富士インターナショナルスピードウェイ、カンパニー、
の略ですかね、非常にフィスコの名前で有名なのかもしれませんけども、ちょうどね2000年からトヨタ自動車の傘下になったんですね。それまではね三菱地所と大成建設がね株主で、あんまトヨタ関わってなかったんだけども、2000年からね、株主としてあの、ね、資本参加してきまして、も今トヨタの、ね、お膝元というか、トヨタ自動車傘下なのね、株主としても 67% だということで、もうね全然もう一番筆頭株主ですよということで、富士スピードウェーブはほぼ、ね、トヨタのものだということで、こちらの、ね、中であのレクサスレーシングのホームコースということで、こちらで走りに走りを重ねてきましたよということですね。なので、まあ、その、ね、F の、ね、魂っていうんですかね、その略が F になってますと。で、ね、この富士山の、ね、富士っていうとね、こうトヨタだとそこね東富士研究所っていうのがあってね、こちらもすごくあの先行開発なんかをやってる研究の拠点なんですけれども、有名なとこで言うと TS050 ルマン出てるやつですね、あのハイブリッドエンジンですとかハイブリッド技術の研究開発なんかを手掛けてまして、そういったトヨタの研究施設もあるので、この富士っていうところね、非常にトヨタとしてはこの車作りとしては一番こう大事にしてる、ね、場所でもあるので、まあ、そのね名前として F がこう、ね、選ばれたのかなと、富士スピードウェイの F の略なんですよということになっています。早速ね、ちょっと車両を見ていきたいんですけども、レクサスね、F の車両ということでね、これね、今のね、レクサスのホームページからちょっとね、借用してきましたけどもね、レクサスにはこれぐらいのね、種類の車がありますよということで、この中でもね、F スポーツの設定のある車両っていうのをまず出してみたいんですけども、囲んでみますと、これになりますと。この車たちがね、F スポーツの設定のある車両たちになりますと。で、F シリーズはね、こちらになります。まあ、もちろん GSF とか名前がこうだからね、F シリーズはこうですよということで、なるほどと、こうなってるんだなと、ね、一つ気づきますよね。ね、この赤枠で囲ったところ、ここにはね、ね、F スポーツもあるし、普通のね、F シリーズもいますよというところのラインなので、ぜひね、ここを押さえていきたいなと思うので、次のスライドでね、まず見ていきたいと思います。はい、 F シリーズとね F スポーツどれぐらい違うのかということで、 RC 編をねまず見ていきたいと思うんですけども、左からね RC350 のバージョン L、 F スポーツ、 RCF ということでね、こんな形になっておりますと。でこれね、あんま並べてみるとねちょっと違いわかるんですけども、顔から見るとねもっとよくわかるので、まあ、顔を見てみますとねこういう形になっておりますよということで、まあ、あの RC ね、普通のノーマルの RC もね十分ねこれだけ見るとかっこいいんですけれども、F スポーツとかね RCF と比較してしまうと、このバンパーのここの部分ね、ここの部分がこうあのメッシュになってないというかね、こうグリルのところがねこのまんまこうねこう横線のこうなんかなんかこうデザインになっちゃっているので、どうもねこの顔つきがちょっと物足りないなというね形になってしまいがちですね。で、あの、まあ、値段的にもはね、全然あの、高い車なんですよ。V6 3500cc、318馬力と、ね、お値段も530万円から673万円ということでね、あのね、退職金が出たらね、買ってしまうランキング、割と高いんじゃないかなと、私ね、睨んでるのね。一生懸命サラリーマンやってきましたよと、退職金出ました。ね、2500万円出ましたというところで、ね、ちょうどいいお値段、ちょっとスポーツカー乗ってみたいなと、ね、これぐらいの値段だったら買ってもいいじゃないかと、ね、残る、お金も残るしね、っていう人でね、私の周りでもね、まあ、2、3人ね、退職金で買った方いらっしゃいますね。で、まあ、街でもね、結構おじさん乗ってる、おじさんというか結構いい年のおじさんが乗ってる人が多くてですね、やっぱそういう流れが多いのかなと思うんですが、どうしてこれ買っちゃったのかなと、もうちょっとね、少し出せば、ね、F スポーツもそんなにね、これね、値段変わらないから、F スポーツね、買った方がね、顔が違うからね、この顔ちょっと寂しい顔なので、ちょっとこのね迫力が欠けると、せっかくのね RC のスタイルがねやっぱ F スポーツ顔の方がいいなと思うので、ここはねメッシュじゃないっていうのはかなりね効いちゃってるなという気がしますと、個人的にですけどね。で RCF の方はね、あの ISF の時は違うか、 RCF だと特徴がねほっぺたのところね、ここもねこうなんかねメッシュになってますよということで、これなんかねあの飾りじゃなくて、なんか中あれだよね、一応空気取り込めるんですよね。ここすごいですよね。大体ねあの飾りのやつが多いんですよ。確かあの200
210系のクラウンの後期とかも、ここね、なんかさも空気取り込めるんだろうな風に見えるんですけども、あれ確かこうパネルというか、こうなんかあのモザイクというか、このねフェイクだったと思う。あの中に空気取り込めるようなデザインにはなってるんだけども、単にこうねあのパネルが入ってるというかだけだったと思うので、 RCF もねこう単なるのね、そうデザイン的なもんだろうと思ったら、これあれですね、本当にあのメッシュになっているように見えたので、ちょっと私実写を見てないんですけど、いろんな数々の画像を見るとだいぶこうフォントのメッシュになってて、中空気取り込めるようになってるので、おさすがだなと思いました。なので RCF の顔をね、やっぱかっこいいなということで、まあお値段はねすごい値段ですよ。 V8 5000cc だと477馬力、これあのまあ後に紹介する GS と同じなんですけども、477馬力ですよと。で約983万円から1060万円ですよとね、1060万円ですよ、あれとね、あれこっち530万円じゃないかとね、はいね、RCF 普通のね RC の2倍2台分の値段かかってますということでね、なので別格ですよということで、 RCF をね街で見かけた場合ね、思いっきりガッツポーズしたいところですね。ないんですけれども、リアこんな風になっておりますと。私この RC のねリアのデザイン大好きですね、かっこいいなと思います。あの LFA なんかよりもね RC の方が僕リアのデザイン好きなんですけれども、で先ほどね ISF レクサスはこの1台から始まった、 F シリーズはこの1台から始まったり紹介しました。 ISF からねこの F 系統はね、これ4本出しのマフラーがね、まあ、もはやこう定番というか、もうブランドイメージになりましたね。このね4本出しマフラーになってて、 RCF もねかっこいいですね。これしかもね、この画像だけでちょっと確認しづらいので、もう一枚出しますけども、こういった形でね、リアフェンダーのね、このパネルのあたりですか、こういうね、穴、スリットの穴が開いてまして、デザインになってまして、まあ、これね、別に社外のエアロを入れてるわけではなく、RCF の純正、メーカーの卸し立て純正から、こういうデザインできますよということでね、RCF ね、すごいスパルタなデザインでね、かっこいいですね。まあ、他の RC も十分かっこいいんですけども、RCF はね、やっぱ4本出しマフラー、別格のデザインとなっております。GS の方も見ていきたいんですけどもね、左から GS200T と、ね、今やもうこのボディのサイズは 2000cc のターボだということで、ダウンサイジングもね、どこまでいっちゃうんだという感じがしますけども、2000なんだね、これね。あの350とか 450H とかありますけども、今画像で紹介してるのが 200T ですよと。でこちらが GS の250の F スポーツで GSF ですよとね。ブレーキがもうね気合い入ってますよね。キャリパーのね色が違うし、キャリパーがでかい、あとブレーキのローターもねでかいですね。もう完全に、ね、別格の車だなって感じがしますけれども、こちらもね前から見た画像を出しますと、やっぱりその F スポーツ系 F のじゃないやつ、こうね横線基調のグリルで、ここがメッシュになってないんですよね。やっぱりメッシュの方がかっこいいなということでね、この、ね、F グリルやっぱかっこいいなって気がしますね。あとはその GSF になると、やっぱりさっきの RCF と同じで、ほっぺたのところね、ここがこうまた開くんだね、ここもメッシュになりますよということで、かなりねあのこの辺がね F の F シリーズとして統一のデザインなのかな、ここがこういう風にねメッシュになってますよということで GSF になってますと。お値段見てみましょうか。あ、お値段の前ねリアも見ますね。やっぱ F はね、ここだね、4本出しマフラーがね、やっぱり、ね、こうデザイン上統一されててね、いいなということで、やっぱり、ね、このね、GSF はなかなかね、見る機会がないと思うんですけども、もし街で見かけたらね、もう強烈にね、RCF 以上にね、ガッツポーズもんだと思いますね。何かいいことあるんじゃないかなって気がします。で、お値段見ていきますと、あの、350と、これ GS450H で比べて、まあ、比較してますけど、V6 3500cc のエンジン側ね、これにね、1000cc 相当の馬力を持っているモーターがつくんですけども、エンジンとしては V6 3500cc ですよと。で、このシステム全体としては295馬力ですよと。で、お値段557万円から843万円。随分レンジ幅広いなと思いかもしれませんが、で 450H とか300とかね、350とか 200T とかいろいろね、グレードがねあるので値段の幅が広いんですよという形になってます。 F スポーツの方は約660万円から846万円ですよということになってます。馬力変わらないですね。でね、GSF ですけども、 V8 5000cc だと477馬力ということで、 RCF と同じですね、馬力ね。でお値段はね1118万5000円ですよということでね、これレンジないです。もうホームページ上ねこの値段ね、何々からじゃなくてね、1118万5000円バーンって提示されてるんでね、男らしいですね。ビタッとね現金で払ってみたいもんですけれども、まあこのぐらいの金額あるとね、なんだもうね、
もうね、LSE に行っちゃおうかななんて思うけどね、LSE ね、ちょっと足りないのね。足りない、1200万ぐらいするのでね、ちょっと現行の LS 買うにはちょっと足りないんですけどもね、GSF なかなかこの価格でね、まあ、もちろん車的には性能も高いんでしょうけれども、この価格払って、LSF じゃなくて GSF なんでね、ちょっとなかなかその、新しいモデルね、黄色っぽいイエローのやつね、出てきましたけども、なかなか街で見かける機会少ないと思うんでね、ぜひね、街で見た場合にはコメントを書いていただけたら嬉しいですね。私もいつか出会えるといいなと思ってますけどね、まあ、ほぼほぼ難しいかなと思っています。はい、最後までご覧いただきましてありがとうございました。パソコンから見ていただいている方は、今ね、いくつか動画が出てるかもしれませんが、おすすめ動画いろいろありますので、ぜひご覧ください。クルーズソフトチャンネルではね、車の前期型、後期型っていう違いを始めまして、毎週ね、ラジオもお届けしておりますので、ぜひこちらも合わせて聞いてみてください。本日は最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。